未明作《く幽霊船それは冬の暖かな日である自分は労働をしすぎたために頭がぼんやりとしていた酒にでも酔うているような気持ちで何を見てもはっきりとした印象がまなこに映らない何でも 車に積んである小石をどこかでまいている響きが聞こえた。その方を見ると、妊婦の影が五六人。曇っている空に、火をたいている青い煙が、とろとろとのぼるのが見えた。少し来ると、町の角で甘酒を売る赤いちょうちんのついた屋台車があって、 向かいを見ると棺を作っているうちがあった白い切れのかかった榊や白いハスの花が店に並べてある黒い着物を着た男がガンガンと釘を打っているその音が鈍くかすかに聞かれたその時に自分は何でも だんだんと地底の方へめいるような落ちていくような気持ちがしたのである時ならぬ乳色の桜の花が咲いている寺の境内に出ると誰一人もいなくて日が暮れかかったので黒ずんだ海辺の方へ歩いていくと世にいわゆる 幽霊船というのに乗せられて、冷たい波のとこんとこんと船べりを叩たたく音を聞いて、沖の方へ出ると、夜目にも裸姿の男が鉢巻きをして、目の先三尺ばかりのところで、だんまりで節目になって、貝を操るのが見える。湿っぽい風が、 ひたひたと白ほに当たって、穂の破れ目から寒そうにキラキラと輝く星影が見えた。じっと見つめていると赤い星が、だんだんと北の方へ行くと青光に見えた。自分は霧深い無人島に打ち上げられたのである。 霧が晴れたときには幽霊船の影も見えなければ暗い海辺の道をいずくともなく歩いてよもすがら島のめぐりをめぐっていただが誰人にも会わなかったたまたま一人の背の低い老人が桶を車に乗せてガタガタと来かかり自分とすれ違い 寂しい自分の来た道の方へと消えてしまう。その姿ははっきりと見えなかったが、下を向いてみすぼらしい風をしていた。自分はいつか頭を押さえつけられるような低い門の下に立って、壊れかかったものすごい二階屋を覗いていた。 一人の白髪の老婆が、ろうそくを灯して、そのそばに座って、ぷうぷうと糸を紡いで、糸車を回している。見ている間に、だんだんとそのろうそくが溶けて減りゆくので、だが老婆は知らずにいるよう、一人自分は心の内で、この明かりが消えたなら、 そればかりが不安でならなかった。もうもう見ているのが苦痛で、駆け出して山の中へ迷い入ったような。しかもその山は岩山であったらしい。あちらへ行ってもこちらへ来ても、鼻をつくばかりに岩石がそびえていて、仰げば頭から崩れかかるような岩石の割れ目が見える。 そこから逃げ出そうと道を訪ねていると足元の闇にほのじろう星あかりに一筋の細い流れが夢の国へ通っている自分はその流れに沿うて山陰へ来たすると遠くで悲しいつれない歌の声が聞こえたかと思うと かすかにつるはしで石を割る音が聞こえる。またしても悲しげな歌の声が聞こえて、てんかんてんかんと響くのである。自分はその響きを聞いて、その方へ歩みを早めた。人がいるらしいと思って、たちまち大きな穴の中へ、 身が隠れた。「青いでも星の光が見えなくなった」「すると今まで見えていた青い星の光が恋しい」「しかし自分は天の星影よりも同類の人に会われるという懐かしい気持ちがしてしばらくは全くの暗闇の中をたどった」 と前に火の燃えたのが見えたかと思うと青白い痩せ衰えた男が五六人倒れているただ一人が歌を歌いながら岩を砕いていた火の燃えたつたびに横顔がまざまざとして見える自分と彼らとは少なくも 件は隔たっていたであろう。じっと目を前方に見据えて岩を砕く男は脇見もしない。倒れている男は死んだもののように身動きもしなかった。とろとろと燃えている火星は衰えておりおり消えかかるのである。穴っ風がおつうに寒い。 幽霊船の来たのかしらん。明日はふるさとへ帰りたい。と、陰気な調子でこの歌を歌う。自分はあまり悲痛な感じに耐えかねて、そこから歩みを返した。それからまた、どこという当て度もなく、だいぶ歩くと、もう夜が明けたと見えて、 東の空がだんだんと薄赤くなった。波の青い色を見るにつけ、目が覚める気持ちがする。自分は一体どこへ旅するつもりであろう。で、この島はなんという島だと考え始めたのである。その時、かすかに、 あなたの砂原の方でのこぎりを引く音が聞こえたのである。薄もやの中から黒い大きなこんもりとした木陰が見えて、その下で小さな人影の動くのが見えた。自分は早速その男のそばへ歩き寄った。空を浸した緑色の海のあなたから、 灰色の雲が破れて黄金色の朝日の光がさわさわと朝風のそよぐ大きなけやきの木に照り輝いた空の色はまだ眠りから覚めないもののように刺激性の色合いを持った銀白色の雲が所々にじっと座を決めていて なんだか身を刺されるように寒気がするのである。あなたの砂原を流れて海に注ぐ幅広い川の流れが白く光ってそのあなたに低い屋根の朽ちて潰れかかったような怪しげな小屋などが見られはるか湾をなして海に突き出た岩石の山姿。 きっかいなのは、ゆうべみたかなほりのおとこがいたあなのあるところであるまいか。しっとりとしめっているすなのうえにこしをすえて、つかれたあしをのばして、そのいっぽんのおおきなけやきのきをひいているわかもののかおかたちをつくづくとみまもったのである。はじめのうちは、 自分も無言であった。もちろん若者はそばに人の気配するとも知らないふうにうつぶしがちに腰をかがめてあぐらをかいたり立ち上がったりぐるぐると木の周りをめぐってみたりしてまたはのこぎりの葉をやすりで研いでみたり考えてみたり。 仰いで頭の上のけやきのはかぜに耳傾けてみたりまた元の座について熱心に太い幹を引き始めるで自分の方へは目もくれなかった自分がその男の身なりを見ると汚らしいつづれを身にまとうていて髪の毛は長く額際まで覆い 顔の色は日に焼けて黒く素足にわらじを履いて鼻水をすすりながら黙って木を引くのである朝日は今や斎場に満ち満ちて若者も自分も暖かな光を身に浴びたのである空を仰ぐと青空の色も見え出してきた 沖の方はバラ色のいつしか波に薄れて地平線に接するあたり銀のごとく輝きなぎさに近くよするにつれて黄金色の波は騒ぐのである頭の上には絶えずざわざわと葉風の音が聞こえる自分は あまり男のものを言わぬのが腹立たしくなってじっと見つめると木綿島の汚れたのに日の光がめいるよう自分はまたこの男の身なりを見て寂しい気持ちがしたのであるこの島の名は何というねと出し抜けに聞いてみた 若者はさまで慌てた様子もなく、くしく光る瞳をこなたへおもむろに向けて、手はなお止めないで、よくも知らねえが、なんでも人なし島ということだ。このとき、何の鳥か知らず、しっきりに沖の方の空で鳴くのである。じゃあ お前さんも、この島の人ではないんだね。と問い返した。若者は少し驚いたというふうで、なんのと言いよどんで、また元の姿に帰って、木を引いている。じゃあ一つ、この島の来歴を聞かしてもらおう。と、自分は腰を低うして、 若者のそばに近く寄り添うた。この時、沖の方で泣いていた会長が、頭の上をぐるぐる回って、またひらひらとけやきの木の頭のあたりを飛んでなく。しかし、若者は熱心に木を引いていて、黙ったまんまでこたえない。湿っぽい朝風が、 またざわざわとひとしきり木の葉が葉の根のうずくように身震いする見渡せば傍若たる元凍にただ木というものはこのけやきの木一本あるばかりである目もはるかに荒れ果ててひからびた砂の小山がうねりうねり 無意味に続いている。歩かないうちから見て足の加減もだるうなりそうな。されば自分は思った。島を離れる小舟の目印はこの木の頂であったろう。ある年近海を通る船が難破して、 この島の海岸に打ち上げられた時、命あったものはことごとくこのケヤきの木の下に集まって、行く人なくくよとなく、くなくこの木の下で送ったであろう。で、それらの人々は波静かに日のいる空を眺め、雲のあなたを恋しがり、星晴れの下晩に火をたいて、 一同はその周りにまろびつうずくまりつ長め荒々しき孤島の夜をふかしたに違いないあるいは嵐の夜に鳥の叫び声すごく雨が横さまに降りしきって物におじ狂い出したように立ち騒ぐはかぜにさすらえ人の魂穏やかならず あなたに二人こなたに三人愛抱き合うて墨を流したような沖の方をじっと見守って立っている姿を見たであろうまた夏の美しい夕暮れ方に銀毛の小ヤがたが吹き鳴らすか知らぬけれど辺り静かな小玉に響く 哀れな草笛の音色に導かれてこの木の下に集うたのを見たであろう。また秋の末から冬にかけて沖の大波が狂うて憂えと悲しみとがそのまま固まって転がっているような砂の小山を灰色、はい、の地平線が沈みがちに低う垂れて接吻する。 あなたの遠い風の吹き来る方の枯れ草の一二本砂地に生えて目を遮る曇いから重たそうな空気に鈍い羽音を立ててきたり岩を見下ろし大会を見下ろして旅するあらわしがこのケヤきの木に泊まっていこうのが常であったろう。 いずれ歴史多かったこのけやきの木の歴史を考えて風にくし削られ雨に襲われあらわしを小えに止め木陰にさすらえ人をかばいヤギをうわらんべをいこわしめたであろうと思ったで老いたる木自らも霜を浴び白い月光にさらされて 幾千年の昔から寂しげにこの野原にそびえているのだと思った若者は再びこなたを見向きもせんで一生懸命に木を引いているいやあ不思議ないくら引いてもいくら引いても木の幹が少しも切られていないことだ自分はしばらく 目を離さずに、のこぎりの葉の進むのを眺めていた。若者の額には汗ばんでいる。彼は一生懸命になって引いているのだ。もはや、幾十年の昔から引いているのかもしれない。また、コツコツとヤスリでのこぎりの目を直して引き始める。しかし、 少しも切れていく跡が見えぬ。自分は気味悪くなった。で、いつまでこの男はこの木を引いていなければならない運命をのっているのであろう。怨霊じゃ、怨霊じゃ、何かの怨霊じゃ。そうかと思うて見破ると、 けやきの木の葉の色も一種凄みを帯びていた。自分は気が気でなく、どうかして気づかれないように逃げ出そうと苦心した。しかし、こう気づいた時には、なんだかもはや自分は魔物の罠に陥っていたような気持ちがした。で、一刻も猶予することができなくなったのである。 なるたけ自分は気づかれないものと若者の目を盗んで立ち上がった。やおらきびすを返しにかかると悲しい歌の声にほとんど魂も消えかかる。海つ風がおつうに寒い。幽霊船の来るのかしらん。ふるさと小石や、 帰りたや。もう何もかも忘れて夢中になって逃げ出すと、バタバタと後ろからついてくる足音が耳に入った。自分は一生懸命に海辺をさして走った。すると、幽霊船の影が見えたのである。自分は夕べのことを想像して、身の毛がよだって、 もうもう決して乗らないものと、薄青いかよわな輪の火の燃え上がる波間に踊り込んだ。踊り込んだかと思うと、またいつの間にか、幽霊船に乗せられていたのである。思う、そぼうたる絶海の無人島に、 南仙から打ち上げられたさすらえものの古来から果たして幾人の勇孔は核のごとくにしていまだに帰ることもできずふるさとの空を恋しがり遠く来たる祖国の船の見えるを待っているのであろう」。